出羽の花国市、出羽の花国市、出羽の花国、1、1909年3月1日から1987年5月30日は、石川県のみ郡、現、石川県小松市出身、出生地は、東京都江東区の元大相撲力士。本名は、市川国一、旧姓、駒沢。1909年3月1日に、東京府南葛飾郡大島町。 現、東京都江東区大島で、肥料会社を営む家に生まれ、石川県のみ郡（現、石川県小松市で育つ。すでに9歳で体重が60キログラムに達して、街道と話題になり、実家の得意先の世話で、出羽の海部屋を紹介された。毎週土曜日には、地元の巡査の迎えで部屋に行って、関取と相撲を取らせてもらったり、出羽の海に寄って遊びに連れて行ってもらったり、 部屋に宿泊するときは、豪華な文房具をお土産にもらったりするなど、可愛がられた。その後、本格的に相撲に取り組むこととなり、1925年1月場所で、出羽の子という嗜名で、初土俵を踏む。1930年5月場所に重量昇進を果たすが、1932年1月に勃発した、春十円事件によって、一度ばっかり降格していながら、 抜擢されて一気に新入幕を果たす、同期入幕に、双葉山育ちがいた。この時に、出羽の花に改名したが、新入幕の直後に、超チフスによって2月場所、3月場所を休場したため、十両に降格となった。チフスを完治させて1934年1月場所に、再入幕するが、出羽の花の相撲は、成功法過ぎて、上位力士に、まるで通用せず、出羽の海も、 あいつ、出羽の花に駒の里ので足でもあれば、大関になれるのにといたこともあるという。1940年1月場所3日目の、畑瀬川区西地郎戦で、打ち掛けを受けて敗れた際に、右膝関節内出血の重傷を負い、同年、5月場所を全休したのを最後に現役を引退した。通常通り歩けるまでに1年も要し、この怪我の後遺症によって、足が曲がってしまい、 両足を揃えて立つことができなくなった。1936年5月場所では、初日に敗れてから勝ち負けが、交互に続く、抜け抜けだったことがある。この当時は一場所11日間工業のため、最終的には5勝6敗で負け越した。現役引退後は、年寄り、武蔵川を襲名し、武蔵川キーと名乗る。戦前の巡業で、満州へ遠征した際に、 日本相撲協会が肝心元に対して、いいねをそのまま支払う様子を見て愕然とし、経済学やボギ、経理、ソロ版を学んで協会の財政運営に貢献した。現役時代は大きな活躍がなかったではの花だが、これ以降は協会の金庫番、知恵袋としての大活躍を見せることとなる。1945年8月に終戦を迎えた直後、敗戦によって、 両国国技館が接収されて使用できず、本場所を天候に左右されやすい野外での工業に、せざるを得ない間、武蔵川の自宅を担保にするなどの懸命な資金の工面を行い、その中から倉前仮設国技館建設資金を捻出した。1949年には、日本橋浜町公園に仮設の国技館を建設したが、GHQ から取り壊し命令を受けた武蔵川は、 一旦仮設国技館の外壁を剥がして、取り壊したように見せかけ、後で新しい外壁で覆って、新築と言い張る国区の策を思いつき、実行して、同年1月場所5月場所の興業をやり抜いた。倉前国技館を建設する際には、神奈川県相模原市のアメリカ陸軍、相模総合補給で眠っていた、旧大日本帝国海軍飛行機工場の廃材に着目し、 GHQ からの払い下げを受けて、念願の鉄筋鉄骨での国技館建設を果たした。この直後に、朝鮮戦争による朝鮮特需で鉄の価格が急騰したため、絶妙のタイミングで買い抜けたこととなった。1957年4月に、出羽の海理事長が国会衆議院文教委員会に呼ばれ、相撲協会のあり方について追及を受けた際に、 責任感の強さから、活腹自殺未遂を図る騒ぎを起こした。現役理事長の自殺未遂という前代未聞の大問題に発展したため、病気療養として欠席した際に代理として、白羽の矢が立ったのが、武蔵川である。武蔵川は、追及にも堂々と答弁し、他の議員から、まさに大臣も務まる、あなたの答弁は実に立派だ。相撲協会は、 立派に行えるでしょうと言わしめたほどである。明晰な頭脳と雄弁ぶりから、各界の大議士と言われることもあり、また一方では、力士になっていなかったら、大実業家になっていたのではないかという声もあった。これによって生まれた才覚を勤勉と努力により、開花させ、大相撲のために余すところなく発揮した。出羽の海は1960年11月に休止したことで、 年寄り名跡を、手はの海、八代に変更して部屋を継承した。この際、仙台は、九十に部屋を継承させたかったと言ったようだが、現役時代の最高位が低かった武蔵川が部屋を継承したことで、後の問題への火種となった。継承直後は、坂の山新松に次ぐ関取がなかなか出ていない状況のため、幕下の古参力士に対して、うちは、 下宿屋じゃないんだぞと通達して廃業、リストラさせ、その結果として、北の富士勝明、福野花、光一など数人が重量昇進を果たした。北の富士の著書によると、稽古中に、武蔵川が千円札の山をそばに置いて、勝った方にやるぞと言った。これで頑張って、稽古に励んだ、親方から百万円、現在の五百万円に相当ほどの金をしたが、 九十部屋に移籍するときに返しに行ったら、全額帳消しにしてもらったなど、先代より気前の良いところがあり、部屋の食事事情も改善されたという。その一方で、力士が谷町に食事などをご馳走になることを好ましく、思っていなかったという証言も残る。1965年には、日本相撲協会として、戦後初の海外公演となる。 ソビート連邦公演の団長に就任し、モスクワにあるボリショイ劇場とハバルフスクのレニンスポーツ宮殿での公行を成功させた。ソビート連邦公演からの帰国後、サタノヤマ新松の学府となって後継者に指名し、土地建物の名義もすべて市川進松、サタノヤマに書き換えた。これは周囲の今度こそ後継者は苦渋だろうという予想を完全に、 覆すものとなった。これに対し、1967年1月場所の直前に横綱い昇進していた、佐田の山新松への後継決定を不服として、九十が弟子13名を連れての独立を申し出た。出羽の海は悩んだ挙句即答を避け、1月場所終了後の回答を約束した。1月場所の終了後の1月31日、 ではの海一門の前年よりをではの海部屋を広間に、予備衆、九十部屋の創設は、ではの海一門からの破門を条件に認めると回答。北の富士勝明を筆頭に十名、三名は親による、反対を理由に認めずの現役力士が、高砂一門へ移籍した。破門とする理由は、ではの海部屋中高の祖にして、一門の創設者である、日立山やま谷衛門の、ふもと、 分岐独立の不分立が背景にあることは間違いないが、波紋までして独立を許した経緯については、諸説は苦渋の希望は叶えたいが、一門の起手には背けない、中での苦渋の決断、北の富士が移籍することで、対佐田の山線が可能となり、高取り組みを増やすためといった好意的な見方があるが、その一方で、先代から、出羽の海を継承した際に、 独立したい者はいないかと言ったのに、不服のある者を一門から追い出す狙いがあるといった、否定的な見方もあった。さらに、北の富士に対しては、本当に遺跡でいいのか残ってもいいんだぞと言ったとも伝わり、これが事実なら、大佐田の山線を可能にして、高取組を増やすという目的は否定されることになる。仙台、出羽の海の遺族は、 九十を支持していたことから、それに影響を受けたのは、間違いないと思われる。なお、一門からの波紋を条件に独立を許された、例としては、立浪はじめもへ移籍した竹熊部屋が存在するが、今回の九十独立騒動との関連は不明である。1968年3月場所を最後に、沙田の山新松が引退すると、出羽の海の名跡を譲って武蔵川、こちらの クラは、現在の字に戻した。また、同年12月16日に、時津風理事長が死去すると、死去翌日に、公認の理事長に就任した。理事長就任後は、日本相撲協会の近代化に尽くし、1969年5月場所から、勝負判定の参考として、ビデオ映像の導入を決断したほか、1971年には、 蔵前国技館改想の竣行にこぎつけた。また、文部省から中学生力士の学校欠席問題が指摘されたのを機に中学校卒業前の入門を禁止し、義務教育を終了させることを最優先とした。この時期の日本相撲協会は、土俵の内外で大きな動きが相次ぎ、本場所では、大砲後期の現役引退、玉の海、正弘の横綱昇進と救世を経て、 元弟子、北野富士勝明、琴桜傑、進むの横綱昇進、そして輪島大師、北野海敏満の台頭を導いたほか、1972年には、外国、ハワイ州出身力士である小海山大五郎が、幕内最高優勝を果たした。海外公演も、1973年には、前年の国交回復を受けて中華人民、共和国公演、 北京市と上海市を実現させ、大相撲の国際化を推進した。このような八木早の行動による大相撲の活性化が、後の両国国技館建設につながる大相撲人気の流星の礎となる。一方で、相撲茶屋を経営する市川家と養子縁組を行った関係上、相撲茶屋問題の改革には消極的で、この点では、 時津風と正反対の方針を取ったと言える。この点に関しては、武蔵川理事長のお点として後年まで伝わり、自身と養子縁組を行った、佐多の山新松も、後に就任する理事長時代に年寄り株改革を提言したときは、相撲茶屋による既得権益で退職後の生活が保障されている点を、各界内部、マスコミ、広角化などから難喫された。 1974年に理事長を春日ガへ譲り、自身は相談役となった。同年2月28日付で定年を迎えた後も、引き続き相談役を務め、1976年1月に日本相撲協会を退職した。同年2月からは日本相撲協会食卓として、相撲博物館館長を務め、1987年5月30日に死去。死去後、 日本相撲協会は功績をたたえて、同年6月2日に、協会葬を行い、同年6月9日に、生五位、君三刀髄法章が追蔵された。色白の人形のような体格で人気があり、生来の器用さと、ちゃんこ板を散々やらされたので料理がうまく、自宅でフグをさばいて、家族や来客に振る舞ったとされる。また着物にこり、普段も、大島紬を愛用した。 現役時代はあまり活躍できなかったが、その進化は、力士引退後に発揮された。上記で述べたように、日本相撲協会の理事として、協会運営に尽力し、倉前国技館の建設の立役者となった。その後、日本相撲協会の理事長に就任し、大相撲と協会の近代化、国際化に手腕を振るい、その功績は、今でも高く評価されている。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。